エーボル、調子は？同盟地図が見たい。北方のスノッティンガムシャーから珍しい要請が来てるわ。あなたの幼馴染ビリからよ。ビリだと？もう10年以上は話をしてない。あいつ元気なのか？元気そうよ。ビリは祝宴があるからあなたに来てほしいと言ってた。父君のヘミング市長のお祝いみたい。嬉しい招待だな。再会するのが楽しみだ。ついでに覚えておいて。ヘミング市長が味方になれば心強いわ。行ってみる？今日中にスノッティンガムシャーに向かう。ええ、彼らも喜ぶわ。
しすぎだ。まだこう。おお、晴れ！ねえ、行くぞ！はい、我がカラスも。Harken well in Hall of Kings. On ocean speed my words gain wings.All things need I thought will bring. For noble deeds thine honor sing. The brave man slain Valkyrie waves. Reward for strength all hath paid. Then horns resounds the mighty hall. For those who fight.船を漕ぎ出さないと。スナッティンガーサクソンとデーンが平和に暮らしてる。さすがヘミング市長が治める地だ。トリグビーの言った通りイングランドに来てたんだ。ああスナッティンガーだからエリとの再会が楽しみだ。ガフラーワローはゴリラ先を用意し
しろ。エイボルがスノッティンガムに来た。スコール。物資を確保しておくのだ。いつ出発してもいいようにな。これは現実か？本当に君なのか？ドリグビー、元気か？久しぶりだ。エイボル、友との再会は良き前触れだ。顎ひげが立派になったな。まるで生垣みたいだ。だが市長にはふさわしくないぞ。ビリーはあいつから知らせを受けたんだが。今は私がビリーの代理だ。彼は父親とウルケルソープでピクト人を撃退している。包囲もだいぶ続いた。直にヘミング市長が決着をつける。ビリーや親父さんと一緒に戦ったのはまだ若造の時だ。必要ならいつでも力を貸すぞ。戦場にはいるが、ビリーのお父上は君が以前会った時よりもだいぶ弱っている。そんな、ヘミング市長は猛牛だぞ。そうだな。きっと君を見れば月を加えたスコルのように大喜びするだろう。来てくれ。船が一番早いが、この水路にはノース人にとっての敵がいる。君は幸運の運び手だ。頬を生やした馬で川上へ向かおう。どんな危険も恐れない。そっちの船団の用意ができ次第出発しよう。市長が待ちわびている。狼傷を先頭に野営地を目指すぞ。血だまりに沈めてきた。勝利が名を高めるのは当然だ。まったくか。さあ船を準備しろ。狼傷のエイボルが我らと共に川へ出てくれるぞ。二人ともまだ子供だった頃を思い出す。ロボタで壮大な冒険談を聞かせてくれたっけ。だがヘミング市長に伝えるような話はしなかった。面白い話じゃないんだ。面白くも悲しくもある。ちょうど君ぐらいの年だった。女巨人スカジが厳しい冬をもたらし、民の多くが飢えていた。食うために家族は労働奉仕をすることになった。だが私は若く不死にピクト人だ。戦団を守れ。抱えろ。放て放て。Yeah!
放て。弓を構えろ。放て。喜ぶぞ。Shadow.
いいところだ。もう解け。お前正気なのか？私はストンバラへ行くよう命じられている。野営地はすぐ先だ。私に構わず急ぐといい。ビルとヘミング市長だよ。傷のエイボルじゃねえ。エイボル、よく来た。お前とはもう10年近く会ってなかったな。久しいな。ピクト、フレイヤが応援だな。よく来た。ヘミング市長、ビリに呼ばれてきた。この地を踏んで以来の嬉しい知らせだ。さらに嬉しくなるような良い知らせがあればよかったんだが、今は嵐の真っ只中にいてな。だがお前を見て、この老いた心は歌い出しているぞ。元気そうだな、エイボル。たくましく、生き生きとしている。この心も歌ってる。また会えて嬉しい。いや、お前には詩人の心があると聞いた。様々な面を持っているのだな。城壁に動きあり。天候が変わる前に早く終わらせねばならんな。こっちの選手は皆動けるぞ。いや、いい。奴らは所詮ただのハエだ。トリグビーが今ストンバラへ向かっている。ピクト人も逃げられまい。明日には何もかも終わっている。お前たちは昔から私を市長として見てきたな。そして私はお前たちが赤子の時からずっと愛してきた。責任は感じたが重荷ではなかった。年の取り方より戦い方の方が巧みだよ。ビリー、よく舌が回る。エールが枯れたか。今日の戦いは、これは私のためではない。もちろん互いのためでもない。次の世代、子供たちのために戦うのだ。子供たちがお前たちのように善良に、そして正しく育つよう戦う。子供たちのために今日ウルケルソープを取り戻すぞ。トリグビーとエイボルが矢と油を運んでくれた。ピクト人を火にかけ、奴らの薄汚い罠を燃やせ。
奴らの蝶の武器を手にし、最初にあの塔の上から合図を送った者には俺から一月分の酒を送ろう。トールの導きだ。会えてよかった。ほう、俺の豆だらけの手から栄光を奪う気じゃないのか。栄光なら一緒につかめばいい。隣で戦うのが怖くなければな。しまった、競争だったな。獲物はピクト人の蝶だ。いざ塔の頂上へ。昔のようにやるか。新たな始まりもな。戦え、ヘミングの息子たちよ。今日という日に勝利をもたらせ。明日は宴だ。矢に火をつけろ。奴らを荒れ狂う炎で包め。ピクトの蝶はポカの後ろに隠れる卑怯者だ。きっと守りを固めてる。ここまでだ。見つかないようにしないと。ヘミングの息子たちに手を捧げる。また二人と並んで戦える。
やられたのか。いいんだよせ、私は平気だ。怪我に負けないだけの血はある。ヘミング、誇りで怪我は治らない。手当てしないと。我が戦士団はよく戦ったな。お前も見たろ、彼らの強さを。市長の後に続く姿を。あんたを信じてるからこその動きだ。息子はさらに愛されているぞ。だが獣士たちの信頼を得てはいない。説得する時間も限られている。病のせいか。お前は分かってくれるのだな。だが息子は私を不死身だと信じ込んでいる。私の後を継ぎたくないのだ。呼んだのはビリか、それともあんたか。ビリの名を先に出した方が早く来てくれると思ったのでな。エイボル、お前の知恵が必要だ。そして判断力が。もちろんだ、協力しよう。間もなく民会がある。皇族が集まって新たな市長を決めるのだが、私は悩んでいる。ビリには後を継いでほしい。しかしあいつはためらっている。いつまでも戦していたいのだ。他の者はトリグビーを推すだろう。確かに指導力はある、立派な男だ。だが家柄は悪い。それに大胆さにも欠けている。ビリのことは小さい時から知ってる。大胆で勇敢、戦士たちに愛されてる。豪族たちはビリを選ぶべきだ。もしバルキリーが近くに潜んでたら追い払っておく。私ももうしばらくは抵抗できる。下でビリが待っているぞ、エイボル。
側から塞がれてるようだ。ビリー、おう、エイボル、探したぞ。一緒に滝まで行こう。この厳しい大地にあるフレイヤの贈り物をぜひ見せたい。いいだろう。だが一目見て気絶するぐらいでないと納得はいかんな。お前の戦いぶりは見事と言わざるを得ないな。俺が鍛えただけある。何もない空中や木の幹との戦い方なら教わったと思うんだが。いやいや、地吹雪から助けてやったことがあるじゃないか。人殺しの木からも俺の記憶じゃそうなってる。木を人殺しと呼ぶぐらいだ。頭をどこかに打ちつけすぎたんだろうな。あそこの塔、ノルウェーだ。おじ上の家への道中にあった壊れた壁を思い出さないか。ああ、確かに。あの壁で何時間も真冬の寒さを耐えることになったんだ。お前のせいだ。ユール祭でお前が鶏を逃がしたんだよな。それを探してたってのは忘れたのか。共に馬を狩るのも久々だな。言ったはずだよな。あれは竜の尻尾のつもりだって。どう見てもあれはただの枝だ。竜の尻尾じゃなかったな。お前こそ夜明け前のスタバンゲルの街中で裸の大冒険。下着なしのエイボル。頭の中は酒まみれ、懐の中はゲロまみれ。それで本当に父上の酒を飲みたいのか。明日は豚小屋で服も着ないままうつ伏せで目覚めるかもしれんぞ。自分の家をそう呼ぶのか。ああ。トンバラが父上はトリグビーを助けに出してないのか。行かないと。何があった？着いた時はもうピクト人が火を放って逃げた後だった。妨害工作だ。まだ何人も閉じ込められている。助け出してくれ。ここは任せた。向こうを見てくる。ここに生存者がいる。早くしてくれ。
ていけ。トリグビーを探せ。一緒にいろ。ヘイムにはまだ早い。今日のところは地上に残れ。万物の父に感謝だ。捕まれ。ここから出してやる。なべるばおれエンペチメテコマテチェッキャニーアランコシティノコメイル。マストダテエンペチクネコーシネコシティノ。ありがとう、ビリー。助かったよ。おかげで命拾いした。お前も助けがいるのかと思ったぞ。死んだら死んだで、俺はそれまでってことだ。運命はもう決まってるんだろ。言っておくが、こんな危険に飛び込むべきじゃない。君は民を率いて未来を築く身だ。まったくその通りだ。お前にはここの民全てに責任があるだろう。その責任は父上のものだ。戦いと宴、俺はその二つが専門なんでね。エイボル、お前の援護は安心するな。私の苦労もわかるだろう、エイボル。彼はまるでトロルに取り憑かれた神だ。知り得だからまるで成長してないな。俺はいつだって俺だ。冗談を言ってる場合じゃないぞ。多くの負傷者が出ている。そこを気にするのはお前の役目だ。一日のうちに救助と癒しての両方を求められてたまるか。キンダーの滝の水が傷を癒してくれるだろう。父上が呼んでたら滝にいるからな。
ビリ、待て。ヘイ、パル、少しいいかな。ヘミング市長から聞いたか、彼の容態について。聞いた。ビリが認めようとしないと。ビリは今、別世界に生きている。心にひびが入って、目の前の真実と向き合おうとしない。あんたはどうだ？もう備えはできてるのか？私は、来たる日への覚悟は決めている。大丈夫だ。では、怪我人を頼もう。ビリは任せろ。Maar weer een kast te afdekken zo. Nee, kom maar, missen we ons dit.